風川歌集は、室町時代の直線集。第十七直線集。二十巻、総歌数二千二百十一種。構成上、先行する玉葉集と異なるのは、春、秋を各三巻に増大した代わり、増加を玉葉の五巻から三巻に縮め、またが顔調比に置き換えたことである。春、秋の歌各三巻という構成は、 五千和歌集を模した可能性が指摘されている。上は二年頃、風画集編さんのために、上は百首が延伸され、先行資料となった。北朝の上は二年十一月九日、共演が模様され、同四年頃までに成立。学芸諸般に優れた花園院の監修のもと、工院が、親仙、大木町高影藤原ためもと、 冷静ためひらがよりうどを務めた。マナジョ、カジョは共に花園法王の筆。二人の上皇が深く関わった二十一大衆の中でも得意な衆。その太歴によると、本来、正さしき風という意の小風和歌衆に命名すべきところを五音で傷風に通じるのを意味、風雅に改めたという。寿命陰闘の天皇による直線衆では、 玉洋州に次ぎ、完成された、京国派の花風を継承する。前期京国派の被護者兼首相伏見委員と永福門委員を筆頭に、上位日衆家人は、花園委員、京国ためかね、藤原ため子の順に並ぶ。花園委員の他、五伏見委員、黄金委員、木安門委員ら、後期京国派の代表家人も三十種以上の日衆を果たした。なお、 前代歌人ではキツラユキ、シュンゼテイカ、春イ定家、トバインらが、直線衆の慣例に沿って尊重されている。玉葉、風画は共に、精神自然な風体を特色とするが、風画衆においてその純度は一層高く、繊細な自然干渉と、新陳な心境の描写を本領とし、南北朝の乱世に生きる、人々の考えを移している。 感弱な境界を現出した富勇太や、内政的な十回か二週かが多く、殿下にさえ孤独な愛観が漂う。ありがとうございます。